お、黒対黄色い一巡目。金さんの息が整わないですね。吉川キープ。旅行はよく来るんですか、東京は。ああ、時たま、はい。そうなんですね。で、はい、その都度コサル予約。どっかおすすめのコサルあります？いや、でもその場所その場所によってちゃいますね。基本東京の人はコートが狭いんで、はいはい、あの寄せが早いから足、あのキープとか足技が上手いですね。あっちの方がやっぱ広いんですよ。まあ、こういう体育館もありますけど、基本なんかちょっとスーパーの屋上とかこんなのが多いじゃないですか。なるほど。デパートとかなんか、なんか狭くて、でも向こうはもう昔ちょっとテニスパークとかテニスコートが高かった時もまた再利用してる感じだった。じゃあ結構場所確保できてるから広いんですね。でかいですね。確かに屋上のとかすごい狭いですもんね。はい、基本これぐらいのデカさですね。こう、あの、条件が。いいですね。だから、そうですね。足速い人が上手いって感じですね。あ、結構ここのアオキングのコサルはドリンクがかかってるんで。ああ、そうですね、あのガチですね、あのプレッシャーの。そうなんですよ、もうみんなかなりガツガツいきますから。場所によってもっときついところというか荒いところもあったり、はい、ああ、そうなんですか。あの、まあ、ね、あの仲良くやりましょうというところもあるので、はい、そこの場所のラインに合わせるのがちょっと難しいです、ね。ああ、そうですよね。そのコサル特有の雰囲気ありますもんね。金さん、今のが俺っちですよ。なるほど。数ヶ月に1回やる40代と一緒にやっちゃいけないやつ。あれだ。堀口。どこもそうですけど、常連の人が結構雰囲気作ってますもんね。あ、はい、お、来た、どうだ。吉川キープ。お、吉川ターン。吉川ターン惜しい。おー、すやばい、ピント合わせるのが難しい、このカメラ。4K 対応、それ見事じゃない。これですか。いや、わかんないですね。でも、もう
何年使ってんだろうな。じゃあ間違いなく 4K 対応してない。してないですよ。わかんないですね。お、惜しい。ハス惜しい。カメラで捉えようとしたのに。 4K 対応じゃないですか。テレビで見ようとしてるんですか。うん、言ってみた。音声に残しも。ちょっとデジタルに強そうな雰囲気を出そうとしてるんですか。全員一緒に叫んでるからな。ちなみにどこのコサルが荒いですか。あーでもね、あのその大阪でもいろんなとこあるんですよ。大阪ですか。きついところもあれば、はい、あの優しいところもあるんですよ。でもまあそこに参加してる人のね、あの常連さんの雰囲気もあるし、まあ、地域性もあるし。そうですね。だからどこがどことは言ったら、はい、違いには。東京結構みんな優しくないですか。あ、そうですね。やっぱりいろんなとこから集まってはるから。でも、あ、でも、あの、まあ、まあ、10カ所近くは回ったんですけど、まあ、その日に行くかもしれないですけど、あ、ここちょっと大阪に近いなってとこもあるし。へあ、これもしかしたら俺が時間言わなきゃいけないのか。大丈夫か。大丈夫か。あ、つかちゃんなんかすごい声出た。そうなんだね。いつも FC で一緒にやっているメンバーだけど大差つかないもん。いや、つかないですよ。チンチンになるかと思った。なぜならあんまりパスつながってないから。お、来た。パス行く。おー、パス、スーパーゴール。同点これ、同点。同点かな。ラストプレーで同点。あー、でかい。